令和の虎、夢に踏み出せ。令和の裏、青い令和の虎、令和の裏。教育学校のあり、子供たちが幸せに育つことができる世の中を作る、で志願された佐々木さんにお越しいただきました。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、条件付きオールということになりましたけど、こういろんなご意見いただいたので、うんうんうん、ちょっと考えがまとまってない。そうだよね、はい、だってまあ心理カウンセラーになるのがいいみたいな話もあったし、あとはこう実際子供たちと働いてみるみたいなね、のもいいんじゃないかって話もあったし、はい、いくつか出たもんね。はい、うん、それでなんかどんなこと思いましたか？カウンセラーとか子供にかかるっていうのは本当に僕がなんとなくイメージしてた通りの仕事だったので、それは本当にまだどっちかは決めきれないですけど、確実にやりがい感じる仕事だなとは思います。そうだよね。なんかでも佐々木くんの場合はね、やっぱりね、素直なのがいいよね。なんかこうね、いろんなアイデアがこう虎から出ることってたくさんあるんですけど、はい、そのもちろん自分の信念に従って、いや、やっぱりそう言われてもこうですっていうのもすごく大切だと思うんですけど、なんか今日の佐々木くんを聞いてると、いいと思ったら、まあ、確かにそれいいですねって言えるじゃないですか。はい、で、まあそうなると論理的じゃなく、いや、こうなんですって返されるよりも、あ、そこはなんか素直に認めるんだっていう方が、こう大人からしても、あ、なんかちゃんと言ったことを聞いてくれたりとかする子なんだなとか、なんか論理的に物事考えたりする子なんだなとかって思われたりするんで、すごくいいキャラでしたよ今日。ありがとうございます。はい、なんかもうとにかくね、キャラがいい。やっぱあのいい子なのが伝わってきますし、これまでのね、あのご経歴から、自身の経験から、こう世の中のために立ちたいとかね、あの子供のために頑張りたいっていうのも見えてきますし、すごくいいキャラだと思いましたよ。キャラ勝ちです。あとはあの感じたのが、こう今までこのなんか相談する相手とかね、今日なんかいろんなアイデア言ったじゃないですか。はい、これってなんで今までこう佐々木さんの中で起きなかったんだろうっていうのもちょっと気になったんですけど、はい、なんか相談する人とかっていなかったんですか？正直あんまり家族とかも全然相談相手にならないし、うん、あ、そうなんだ。はい、家族とあんま仲良くない？仲良くないっていうか、うん、僕がこの健康のこととか執着するっていうのはなんか普通ちょっと頭おかしいみたいな風にこう一周されちゃってて、なんか睡眠の気にすぎもなんかそんなどうでもいいみたいな、うんうんうん、多分親は親で僕のこと心配してくれてると思うんですけど、うんうんうん、どうしてもその僕と価値観っていうかそういうところがどうしても合わなくて、うんうんうん、僕納得いかないところが多くあって、うんうんうん、なんか今あの、はい、どこだっけ、予備校の先生とかには前相談したりした、はい、そこではなんかどんな話になったの？その時は僕はあの本当に医学部行こうと思ってて、それが睡眠学だったんですけど、ただあのまず医学部受験がまあ東大よりも難しい、無謀に近いって話いただいて、あとは僕の人生観が睡眠だけは世の中の核心だっていうふうに思ったんですけど、なんかそうじゃないなっていうふうに教えてもらって、改めてこう自分で考えた時にまあ教育学だなって。なるほどね。でそれでもまだまとまりきってないので、今日いろんなご意見いただいて、また改めて考え直そうと思ってます。なるほどね。まあでもなんか、で、どのそのキャリアになるにせよ、まあもう一回ね、ちょっと6月中に考えてもらうっていう話ですけど、はい、まあそこで、まあ僕でよかったら、ちょっと岩井さんに聞かないといけないんですけど、いいのかわかんないですけど、まあ6月末までの間に、例えば岩井さんに確認して、僕も壁打ちしていいっていう話だったら、例えばまだあと3週間あるんで、はい、まずちょっともう一回この後、例えばオンラインとかでお話しして、はい、で、まあ宿題出して自分なりに考えてみて、みたいなのを1、2回やってから、6月を迎えてもいいかなと思うので、はい、ある程度、なんだろう、一緒に考えてくれる人と壁打ちをして、はい、まあどのキャリアにね、なったとしても、親御さんをこう見返せるように頑張りたいね。そうですね。ね。全く、今のままだと全然何も見てくれ、認めてくれてないので、そこは見返してやりたいです。うん、なんか今のその仕事はさ、ドラッグストアでやってて、なかなか思うような職場じゃないって言ってたけど、仕事自体の内容は評価されたりしてんの？仕事できるねとか言われたりしてんの？いや、今の職場ではちょっとまだなんか様子見っていう感じ。あ、そうなの。まだ働いて短いんだ。はい、あ、どれぐらい今働いて？まだ5月1日からだったので。あ、そうなんだ。じゃあまだ2、3ヶ月でって感じなんだね。働いたこともないって感じなんだ。はい、なるほど、わかりました。佐々木さんの今回の条件付きオールっていうのが、本当にやりたいと思ったら出しますっていう話だったと思うんですけど、はい、自分なりにどうやって決めていこうかなと思ってますか？まず改めて、うんうん、まあ、今教育学とかっていうアバウトなんですけど、うんうんうん、そこをもうちょっと具体的に決めれるように、まあいろいろ大学とか全然調べなかったので、うん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 、まずいろんなことを調べて、うんうん、あとは実際に相談したりとかで、うんうん、そうだよね。そうですね。なんかあのさっきさ、多分細井先生も調べてたし僕も調べてたんだけど、例えばなんかあの心理カウンセラー、大学卒じゃなくても行ける仕事みたいな、
とか調べたらさ、はい、結構こう近い職業があったりとか、はい、あとは教育でも多分同じように教育系資格なしで働ける職場とか多分そういうので調べたりして、はい、例えばまず大学なしでどういう仕事が世の中にあるんだろうっていうのを例えば見て、はい、でそこでもしこれがやりたいっていうのがあるんだったらそういうのを実際にまずやってみるのがいいんじゃないかなと思うし、その上でやっぱり、はい、あとは大学卒で得られる資格っていうのをちょっと自分なりにこう心理の部門とかあとは教育の部門とかでバーって調べてみて、はい、まあ睡眠学でもいいと思うけど、はい、で大学をね決めていくとか、まあその両輪かな、はい、あの大学に行かないで行ける選択肢っていうのを考えてみる、はい、で大学の方は大学で今日の話をもとにどんなことが学びたいか、そしてどの大学に行きたいのかっていうのを調べてみる、はい、その過程でね多分こう体調のこととか、ね、お金のこととかがあるから、はい、まあ実家でから通るところが良さそうだよね、はい、そういうのを、まあ、両輪で調べてみて判断するっていうのがいいのかなって感じがしたよね。はい、うん、自分だけでできそう、相談相手は必要です、うん、これいいのか、いいんすかね、僕自身がダメってあんま聞いたことないんだ。あ、ダメです。あ、大丈夫ですか。じゃあだからもう一回今みたいなのをちょっと僕が例えばこういうことやってみようっていうのでちょっと宿題で出してみて、はい、で1週間で例えばまた宿題を持ってきてもらってでまた議論してっていうのをまあ 2,3 回やって6月を迎えられたらよりこう深い思考ができていい意思決定ができる気もするんで、はい、ちょっとそれを一緒にやってみましょうか。ありがとうございます、うん、その時にちょっと僕もあの一人の人生なんで僕ももちろん自分なりにこうなんじゃないっていうことは言うんですけど、はい、それこそ何人か多分さっきの予備校のお世話になった先生とか、はい、親も含めてね何人かこの信頼できる意見も聞いてほしいなと思うので、はい、それを踏まえて最後は佐々木くんがやりたいってなったら僕はどんな理由でも支援したいなと思うので、はいはい、決めていきましょうか、はいはい、ありがとうございます。じゃあそんな感じで一旦考えることを頑張っていきましょう、はい、以上浦井でした。新生大学生版令和の虎志願者大募集、詳しくは概要欄から。頼むよ。